大体1分でわかる今日のエンタメ。お笑いタレントで YouTuber のフワちゃんが9月28日放送のバラエティ番組うちのガヤがすみませんに出演。ヒロミさんに自身が手掛けた特製自転車をプレゼントしています。2020年5月に愛車が廃車となるほどの大事故に遭遇したフワちゃん。ヒロミさんは同じ八王子出身である後輩が苦境に立たされていると知り、可愛らしいカスタム原付をプレゼントしていました。それから約1年が経ち、ヒロミさんとフットボールアワー後藤輝元さんが MC を務める牛ヶ谷がこの日最終回を迎えることに。番組を支えてくれた2人に感謝のおもてなしをしようという企画で、フワちゃんはヒロミさんのために特製チャリを用意。自転車にはボディやカゴ、車輪やサドル部分に至るまでヒロミさんの顔がデカデカとプリントされていました。若干戸惑いつつ自転車に乗ったヒロミさんも、スタジオをぐるぐると回っているうちに乗ってきたのか、バイクを吹かした口真似を飛ばしながら暴走を始め、ついには後藤さんに危ない、何してんの?とツッコミを受ける羽目になっていました。